はい、どうもパテモス協会でございます。いよいよ1月26日2018年ですね。発売されましたモンスターハンターワールド製品版でございます。こちらの方を今回やっていきたいと思います。とりあえずキャラメイクして一声ぐらいにしましょうかね。はい、というかでプリスプリスプレスエニーボタンを押します。さあゲームスタートでやっていきたいと思います。まあオプションで何かやることってあったかな。ないですね。言うことないですね。はいはい、ないです。はい、さあ楽しみだったこのゲーム。さて第5期調査団の諸君、そろそろ時間だ。別れの言葉は必要ないな。この船に乗ったらもう後戻りはできない。もし覚悟が失われたのであれば、ここで引き返すことを進めよう。それではこれより新大陸に向け出航する。君たちに導きの青い星が輝かんこと。ワールド、なんか進撃の巨人みたい。よう、もうすぐ新大陸に到着だな。あんたも準備完了。いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？俺はそうだな、少し怖いけど楽しい。ねえ、もしかしてあなた推薦組じゃない？奇遇、俺たちもなんだな。名前を教えてくれよ。そうやって始まるんだな。なんかさっきのやつ、前の新米のやつみたいね。モンハン4やったっけ、モンハン、ダブルクロスとかなったっけ。さあそれではキャラメイクしていきます。よし、できたで。おっさんに出来上がったで。こんな感じですね。背景切り替え。渋いなぁ。これでいこう。ええやん。ええー、じじいやん。ベテランやなぁ。OK。完了。ありがとうございました。いきましょう、名前ね。名前はもちろん、横山康史です。ちょっと静観なやつさんって感じやな。はい。あ、猫ね。猫ですね。猫はまあしゃあないな。黒猫にしとこうか。よし、猫もできた。うん、これでいいかな。オトマイロの名前、西川清。そらそうでしょう。オッケー、押してきた。はい、いいです。よし、出た、できたぞ。安清の完成です。はい、お近づきに。推薦組同士頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。古竜はなんで新大陸に向かうんだろうな。あんたは新大陸に古竜の秘密があると思う？
調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ。ギルドは俺たち5機団の派遣で古竜あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ。そういえば推薦組って2人1組が原則らしいよ。あなたパートナーとはもう会った？わかりますか？さっき突然波の音が変わったんですよね。陸が近いからかな。あなた推薦組でしょ。よろしく。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。はじめまして。何を隠そう、私も。なんか動きがコントに見えてくるわ、このキャラにして、この服にしたら。でかギャグにしか見えへん。ギャグやな、ちょっとこのキャラは。ありん、主人公としかしてありえへんわ、あんまり。おお、移動しますか。どこに移動したいの？誰かいませんか？いや、いますよ。はい、はい、登ってる。あ、あなたは見てください、私たちの船が。まあ、上の方にあるな。いけない、このままではやばいな。ここにいると危険です。こちらに。はい。メガネないんやけど。メガネ欲しかったな。あるあそこ緑のとこ行かなあかんにしよう。うわー石だ、危ないよ。ぶつかっちゃった、ぶつかった。危ない。あ、痛い。はいはい、俺は先行ったろか、わしの方が先行ったろか言うてね。しかしなんかいるぞ、その鳥が。ちょ、なんかいるぞ、鳥ってるぞ。翼竜。てていきなり落とされるわ。あった。うわあ、これこいつが古竜な。ゴジラみたい。出たで。そうなんできんの。走って勢いをジャンプして飛び移るんです。ジャンプでどうすんの。はい、かっけ、スリンガーした。よっしゃい。俊敏なおじいちゃんやな。でかいな。
こいつがあれかな、ジエンモーランとかあの辺の位置のやつかな。はあ、新大陸。あら、おっしゃい、やったぜ。あ、向こう行ったね、あの子流。これは何、誰かが作ったキャンプですね。あ、やった。受付嬢の元へ向かう。受付嬢やからな。テントに地図の一部がありました。はい、ありがとう。マップを開く。私たちがいるのはこの辺りですね。はい、はい、ここが調査拠点。私たちの船が到着する予定だった場所です。はい、今はとにかくこの調査拠点を目指しましょう。はい、地図を頼りに進んでみましょう。あ、金を行くの。なんかアイテム置いてないの、これとか。何か武器とか持ってないよ俺。むしろこの格好やで俺、インナーで着ちゃってんねんけど、大丈夫かな。このアプトノスがやっぱ出てるとなんか、あ、始まった感じするよな。あ、船あるやん。あれが調査拠点です。はい、一緒に行きましょう。はい、で武器ないんやけど大丈夫？こんな調子で何もアクションできへんで。わー地図によると、うん、拠点に行く道は、うん、どっちよ姉ちゃん。お姉ちゃんどこやこれ。地図見てかなあかんの。新大陸のアプトノスも向こうと変わらずおとなしいんですね。これさ、こっち側から行かなあかんでしょ。そっから行けってか。うわぁ、周りに進むしかないのかな。そうですね、そんな感じっぽくないですか。もうちょっとこっちか。高低差が結構あるからな、このフィールドな。このモンハンワールドになると上の方入れたら分からへん。シルベムシが群がっています。そうな、調査してみましょうじゃないの。どこに、どこにや、お姉ちゃん。シルベムシはどこに群がっとんや。あ、さっきシルベムシに私の匂いを覚えさせておいたんです。マジかよ。もし私を見失ってもシルベムシを追いかければ大丈夫。シルベムシいいひんやけど、俺のとこには。どころか、あ、じゃあここに通っていけんのかな。あ、ツタをかき分ける。このツタをかき分けて進みましょう。はい、あー、ここで、あのやったの、ベータ版でやったとこやな、もちろん。あ、来た。俺も何も持ってへんで。じゃ仲間呼ぶや。武器もないのに戦ってはいけません。はい、隠れないと。こちらに。どこ、急いで。どこにさ、そこ。はい、これよ。茂みにしゃがめば身を隠せます。はい、あ、分からへんようになったアホや。こんな近くでも分からへんのかな。いいのこれで。やり過ごした？そのままじっとしててって言われる。怒られた。もう大丈夫ですね。はい、行きましょう。今のうちに。やった。なんか久々の大画面のモンハン言えな。やっぱり。さっきつな。ちょっと。
しょっと。行きましょう。はい、降りてみましょう。降りたよ。あ、シルベムシル、シルベムシついてるわ。ほら、あ、女の子そこだよみたいな。さすがにこんなとこでスカート姿でやっているやつおらへんよな。トリア、トリア、おい。これは、うん、痕跡、痕跡あるな。足跡取ったよ。向こうにもありますね。どこ、どこさ。お姉ちゃんついていかなしゃあないな。あ、ほんまや。なんか見られてるよ。怒るでー。しかしやすし、いけー。やっと邪魔するぞ。乗られた。侍みたいな。調査班リーダーやって。早く石像でと。体験持ってるあの人、武器持ってるやん。この辺にあったやん、さっき痕跡。俺だけ置いてかれてるやん。ちょっとちょっと待って俺には目もくれへんぞ、あいつ。雑魚には興味ないってことかな。うわー、来た、こいつや。アンジャナフやったっけ。早くもめ。ちょ、はい、見た。さって避けたわ、さっと。危ないで。ああ、すげえ、すり抜けてる。ああ、そんな大げさ。あ、そういうことか、そういうことだったよな。なるほどな。飛び込んだわけだ、そこに。危なかった。おい、大丈夫ですか。お前そんな格好でどないしてんだよ、はい、何やってんだよって言われそうやな、これ。そんな無防備でみたいな。いいだろう。天然の門構えをくぐったその先、ここが調査団の拠点、アステラだ。調査拠点、アステラ。五機団は全員到着している。お前たちが最後だ。わあ、出遅れたな。これで手当てしたい。大丈夫。おい、あんたたち。ちょっとごめんなさい。無事だったのね。大変だったな。あんたたちが見当たんなかったからヒヤヒヤしたんだ。よかった、探しに行こうかって話してたのよ。なんてことなかったです。おい、手伝ってくれ。ほら。あ、じゃあ後でな。ここが流通エリア、俺たちはそう呼んでいる。人も物もこんなにすごいだろう。調査するハンター、研究する学者、それを支える技術者、あらゆる人と物がここに集まるんだ。まさに調査団の中枢地さ。ちょっと待ってろよ。じいちゃん、連れてきたぞ。同い年ぐらいかな、ちょっと上やな、俺。ようこそ。え、文字？新大陸交流調査団の調査拠点アステラへようこそ。私が調査団の指揮をしているものだ。んー、じいちゃん、そう知れ。君たちのことを待っていたんだ。本当によく来てくれた。いろいろと話はしたいが、この状況だ。落ち着いてから作戦会議を開く。そこで今後しばらく目標を確認、しばらくの目標を確認しよう。会議には君たちも出席してくれ。何しろ君たちはギルドが決めた相棒同士だろ。そうそう。そうそう。つい先ほど君のお供が到着していたな。
君のことを探していたぞ。時間になったら合図を鳴らす。それまでに自由にし、それまで自由にしていてくれ。では後に。では後に。はい。じゃあ一通り案内するよ。マジで。ついでにお供を探そう。はい。ここは物資補給所だ。はい。必要なアイテムを揃えられる。アイテムや道具やってことか。欲しいものがあったらここに来たらいいですね。はい。もうなんかベータ版やってっからさ、この受付嬢の声とかさ、もうすごいもう馴染みある声みたいになっちゃってるよな。次は加工屋だ。行こう。あ、加工屋。こっちだ。調査団の派遣は。お前たちで5回目なんだ。そう、俺のじいちゃんは一騎団だ。一騎団はすげえ昔に来たらしい。俺か？俺は何騎団でもないよ。ここの生まれだからな。生粋の調査団じゃん。加工屋はここだ。武器や防具を作るところさ。覚えとけよ。加工屋、はい、入ってみてもいいですか？熱気がすごいですね。ほんまに？俺もちょっと見たい。俺も武器欲しい。次は食事場だな。行こう。武器はどうした？まずは武器を装備しない話はそっからだ。そうやな。まだ俺インナーやもんな。ごめんごめん。はい、武器持ちたいから、はい、戦いたいから。あともいませんね。ここだ。はい。飯食ってんじゃねえの、猫。バイトしてたりしてな。あそこ黒にいるし。ここが食事場さ。あ、あそこに。あ、いた。キーボー何しとったんや、そんなとこで。お前頼むで、しかしやで。ほんま頼むわ。お前ら仲良なってるやん。よく頑張ったね。あ、なった。どう、作戦会議の時間だな。行くか。はい。一同、揃っているな。これより作戦会議を開始する。でっかい猫みたいな。はい。海を渡るゾラマグダラウスを船で追い。あ、さっきのやつ？ついに、ゴキ団が新大陸に到着した。大きな戦力だ。この長きにわたる調査の決着が期待できる。ひとまず代表として彼らに出席してもらった。ご機団の者です。よろしくお願いします。ちょっとふざけた格好しとんのお前。ここにいるのは調査団の要の連中だ。よく覚えておいてくれ。よろしくね。本題に入ろう。今回渡りを行ったのは、はい、ゾラマグダラオス。火の山を背に追う巨大な古竜だ。我々調査団最大の目的はこの古竜あたりの解明にある。およそ10年に一度新大陸目指して海を渡る古竜たち、道すがらの生態系を変え、地形を変え、時には災害を引き起こし、遥か古来より古竜とはそういうものとしてあるんや。奴らが一体何のために新大陸に渡り来るのか、今こそ解明しよう。やりましょう。あーや、シナトの人かな、あの人な、耳が。今後しばらくだが、ハンターたちは小型モンスターの調査と調査拠点の安全確保を頼む。はい。まずはジャグラスの生息域調査だな。状況によっては討伐も検討してくれ。はい。はい、頑張ります。頑張ります。他の南野はいつも通りだ。
ハンターたちを手厚く補佐してやってくれ。ガウガウ。腕が鳴るぜ。武器屋の親父やな。ゴキ団はこちらのやり方になれるのを第一の目標に。しばらくは指南役を頼るといいだろう。はい。だとさ、一緒に行こう。はい。期待しているよ。その旗印と同じく調査団の追い風となってくれること。そうな、そんな旗印な俺の。以上、解散。ああ。武器が必要ね。オッケーオッケー。武器なら2等のマイハウスで装備できる。こっちだ、行こう。武器欲しいな。あ、もう1人になっちゃった。猫ついてきてるけど、これ。2等マイハウスに行こう。2等マイハウス、武器を装備するんだ。はい、ここ。はい、マイハウス。アイテムボックスで武器を装備するってことだな。何あれ、猫握り。そのアイテムボックスに装備がある。はい、好きな武器を装備しよう。はい、装備変更。いよいよこの格好から変わるか。ハンターが狩りに使用する武器はそれぞれアクションが大きく異なります。ムービーを再生するなんな。ああ、そういうことね。まあいいよ。はい、チュートリアルはいいや、やったし。じゃあ、まずは装備はチェーンヘッド、どっちがいいんやろ。こんなもんかな。 OK。 んで、身だしなみを整える。あ、できんね、今そんなんは。ちょっと頭取らして、髪型崩れっから。行くか。ちょっと待ってよ。じゃあ待って、準備できたら食事場に。はい、クエストを用意して待ってます。やった、もういよいよ。エリアで武器の練習ができる。はいはい、ルームサービスに話しかけてみな。わかりました。ちょっと待って、そんなんええから。まずはちょっとここでやっておきましょう。頭の装備は表示しない。はい、でダメージは見せてくれていいし、でここでタゲカメとかの開いているわ。ターゲットカメラは、ターゲットカメラにしてロックオンいらない。でモンスターは大型モンスターのみ。ターゲットカメラの操作、2回押してもプレイヤーの正面に向きません。これでいいか。んで、こんなもんかな。はい。ダイナミックレンジ、ワイドレンジ。大きな音と小さな音の音量が大きく、音量差が大きく、臨場感のサウンドでワイドにしとくじゃ。よし、OK。OK、これでいいかな。こんなもんかな。よし、行けた。じゃあ行こうぜ。どこ行くの？行くか。いいよ。次はクエストの受注前、食事場に行こう。よし。調査に行く前に準備をしてこいよ。物資補給所や武器屋が利用できるはずだ。準備できたらあの子からクエストを受注しよう。食事場に行きよ。はい。俺たちが行うべき様々な調査内容は、編纂者がまとめているんだ。うん、まとめたものはクエストと呼ばれている。うん。おーい。何？おーいでどこで言ってんの？こっちだ。はい。ついていけんいいしょ、あんたに。どこ？ここ？移動にはこのリフトが便利だ。乗れてか、出てんの？リフト。食事場。まあ、食事場行っちゃおうか。よし、というわけでこいつに話しかければ。待ってました。待ってました。あなたに、私があなたの相棒を務めるものです。今後ともよろしくお願いします。相棒、名前ないんや。さて、ゴキ団の初任務はジャグラスの生息地域を確認の後に。
安全確保のため、指定数討伐すること、ジャグラスと古代樹の森を調査受注したらクエスト出発する準備万端ですか。さあ行きましょう、新大陸へ。はい、というわけで今回はこの辺でキャラメイクとオープニング、まあ序盤だけでした、クエストを受けるまでの動画とさせていただきます。次回からクエストの方をやっていきたいと思います。というわけで皆様もモンスターハンターワールド楽しんでいきましょう。というわけでパルモス協会でした。ご視聴ありがとうございました。